はい、こんにちは。父ちゃんです。今日は一人です。歌ちゃんいません。今日は珍しい鬼アサリを取りに行きたいと思います。鬼です。鬼です。召します。強くなれ。初めて来るんですよ。この間なんか掘れるの見て取れるんかなと思って。あの鬼アサリとかいうやつ取れるとこ知らんねん。おぼがいとかいうやつ。そうなんだね。この大きな貝か、うん。ちょっとこうギザギザが強いような貝。縦じまそう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 。今見らんの。見らんすか。昔は向こうだったの。今おらんの。ああ、そうなんですか。取り切らんです、ここ。あ、釣りしようんですか。あ、そうですか。これ鬼アサリのか、から、これが欲しいよ。こんにちは。アサリですか。近くで掘っていいですか、この辺で。お、鬼アサリや。掘ってるんですね。よく来るんですか。あ、また会うかもしれんすね。わかめ取りたいつもりで来たけど取れんかった。ああ、引きが足りんかったのね。明日の方が塩を引くんじゃないですか。引くと思うな。
とこやけど、もう一回行っちゃう。昨日の、あ、こんにちは。取り切ったんすよ。何言ってんの？頭も弱いわ。親がそうでもなさそうやから心配やからな。何て言うの？僕は社会の上の上位から嫌われる。そうですか。あんた子供さんもおる、嫁さんもおるなんてほったらかしてる。すぐ遊ぶ。これ遊びじゃないよね。晩飯取る気だよ。そういうことよ。これでこう家族3人分ぐらいある。ああ、今十分十分。でこれ、貝よりも貝汁がいいからな。分かったね。貝汁。はい、分かりました。こっから塩分って美味しいね。あれ貝汁飲んだだけでね、元気が出るわ。うちおふくろにもう、あげると。今日取れた貝たちです。磯にいる貝ですね。すごいです。これ大きいですよ。4センチぐらい。強くなれる。鬼滅のボンゴレビアンコできました。お、おいしい。ありがとうございます。